します。片岡です。聞くように音を楽しむような感じで弾くとどん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 右手がですね簡単に動くようになるので、やっぱ考え込むとですね右手はどんどん動かなくなります。3連を使ったこの人差し指と親指、今日も見てくれてありがとうございます。これからもウクレレ関係の動画たくさん上げていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。マハロー。